坂協会の品評会イベントに参加します。いよいよ呼んでもらえるよね。初メダカ協会じゃないですか。そう、マイクのボリューム上げてる。よろしくお願いします。全員で日本メダカ協会公式アンバサダー島田さん、よろしくお願いします。甘い色の長い髪を風が優しく包む。約30分間トークショーさせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、前に、友人がお花屋さんでメダカを飼ったと。で、メダカを飼ってから卵が生まれて、その子供が帰ったから、ひとみちゃん飼わないっていただいたところがきっかけで、そこから私もどんどん孵化させていって、友達にプレゼントしてとか、スタッフとか、みんなこう自分が飼ってるメダカが、こうどんどん仲間の中で広がっていって、ちょっとしたメダカブームになりまして、もうそこからもうずっとメダカを飼ってて、たまたま私、広島県出身なので、広島の実家の方に帰って、うちの姉が、あなたの好きな、すごく素敵な、面白そうなメダカの浴衣っていうのが近くにあったよって言われて、行きたい、行きたい、行ってみようって言ったら、なんとまるで仙人のような。大張一長がいて、私こういうものなんですって言って意気投合して、今日に至るということなんですよ。そうですね、ありがとうございます。メダカって日本特有のとってもささやかなんだけれども、飼いやすくて、で綺麗な、あと日本の景色にぴったりな、ペットだと思うんですよ。だからその良さを大張一長と一緒にもっと広めていきたいなっていう強い思いで生きたことをしたっていうことなんですよね。私はアンバサダーって言葉は知らなかったんです、はい、だから、アイドルとかなんとかあるじゃないですか、その組織の中のキャラクターみたいな、なってくださいなってくださいって。私はあの日ね、天使の舞いだったと思ってね、私今ね、飛行機の中でね、すごいこと考えてたんですよ。すいません、呼び捨てで言葉悪いんですが、メダカっていう瞳に閉じると、考えまして、ひとみさんが A と B というメダカを交配して卵を産んで F1 ができます、子供がね、その F1 を、もしくは F2 を全国のメダカの仲間にね配ってね、ひとみさんが交配したメダカを全国の中で作りませんかと。うわー、これで1回や2回の出しに、日本語だからイロハニホヘトという名前使いまして、ひとみイボ、ひとみロボ、ひとみハゴという名前でね、それをね、血統の標識みたいなもんじゃないですか、ね、そうで、そこの瞳という名前と可愛さとメダカをつけて、全国のメダカが信じ、全国の仲間がね、メダカに信じるメダカにチャレンジする、はい、こうやってこうやって信じて生きていくんだよという過程をね、知ってもらった時もね、ひとみさんの名前を貸していただけたらね、非常に楽しいメダカができると私は思うんですよ。そして例えば今日今から表彰式があるんですけども、はい、表彰式の最後にどうしても私が欲しいのがね、農林水産大臣賞と内閣総理大臣賞欲しいんです、ね、ここで最後に内閣総理大臣賞というね、賞状でも配ってごらん。すごいでしょ。岸田総理は広島出身ですよ。申請するだけでね、協会員が800名やったらダメなんですよ。800人の組織がないとそれができないんです。だから今日これだからがね、そういう意味でもね、協会に参加してくれて、あ、これはメダカ文化
もう一人でもないかと、はい、俺も名前だけ参加しようと、名前だから一人ね、だけどね800年いると出せるんです、まだ出す経験がないんです、はい、そのために皆さんに協力してほしい、一生懸命私も公務活動をしていきたいと思います、はい、東京で広がるんでしたっけ、広島で今まで13年間ずっと帰って広島で26回の県議会をやってきました、はい、それはなぜかというと、いつかは東京に出るんだと、いつかは全国回るんだと、だけど下地に力つけないとダメだよというんで13年間26回の県議会をやりました、そして私が東京でやりますという人間がね出るまで待ってたんです、はい、とうとう今年出ました、イエイ、彼が私が東京で主催するからやらせてくれと、はい、いうことで今年10月、はい、今年はですね12月2日東京都町田市ポッポ町田という施設で第13回秋季第13回の秋の日本メダカ品評会というのを開催させていただきます、で1月は審査会でどなたでも参加できます、会員の協会以外の方も参加が可能です、YouTube 見てる人もここに参加くださいね、はい、本当に10年間プライベートで、趣味で飼っていたメダカ、その知らないうちに飼ってたメダカたちの生みの親たちと今こうやって触れ合うことができるだけでも本当になんか嬉しいんですけど、それとともに私は公人として、活動している人間なので、日本のみならず海外の人に向けてもこのメダカの魅力を伝えるとともに、私はこうメダカの水族館みたいなねそういう施設も作れるぐらいのパワーをメダカは持っていると思うので、もうどんどんメダカを PR して、そしてもっと勉強してみんなからメダカちゃんと言ってもらえるように頑張りますので、ぜひ皆さんも興味持ってください、よろしくお願いします、会長、YouTube チャンネルです。今日島谷さんが着ている服は実はこれ楊貴妃をイメージしているそうなんですけども。全然すぐ分かりました。本当ですか？ちょっとメダカを意識してちょっと見たんですけど、うちのスタッフは誰も気づいてくれなかったんです。僕は見た瞬間に分かりました。ありがとうございます。楊貴妃とか言って人を見と呼びます。皆さん集まってくださって今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします、ちょっと綺麗すぎてまずいこんなことないですよ、広島であったじゃないですか、ほんまに広島の時と違います、見つめられたら死んでしまいそう、やってるよなんですけど、ぜひ島谷さんにプレゼントをしたいということなので、はい、今うちのスタッフも買おうかなって、こちらのこっちがあるから、ね、はい、屋外でこうしっかり収録できるようになって、あ、雨が降ってしまって水が流れてしまう、はいはいはい、それを予防するためにこの縦穴が開いてます、あ、考えましたこれを使うと、この繊維がこうカビが生えない繊維を使っていて、ね、卵にカビが生えないで、ね、いいですか、はい、すごい便利、これ浮くんですよね、そうです、へー、すごい、こんなのあるんだ、でも卵が生まれたらこのアプリケースでも、はいはいはい、あー便利、ありがとうございます、水がたまるようになってるので容器と水槽の外に出していただいても使えるように、あー、なるほど、さあ、どうでしたか、見たかったわそうです、昨日来ればいい、こっそり来れば、昨日来ればですね、これはね、はい、今日は日本メダカ協会の、イベントでお邪魔しましたが、また秋にもね、はい、了解、はい、まあ、10月2日になります、はい、10月2日町田で行いますので、はい、遊びに来てください、よろしくお願いします、お願いします、で最後に会員を800人集めないと総理大臣賞は出ないそうなので、その募集もお願いします、私たちメダカ協会は、総理大臣賞という、ね、国の国業として認めてもらえるのを目指してます、そのためには会員数が800人必要なんです、
もし皆さん趣味でメダカを飼っていらっしゃる方、ぜひメダカ協会にご参加くださいね。よろしくお願いします。日本メダカ協会よろしくお願いします。よろしくお願いします。